ノーマライゼーション、またはノーマリゼーションとは、1950年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つで、障害者も健常者と同様の生活ができるように支援するべきという考え方である。また、そこから発展して、障害者と健常者とはお互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり。 本来の望ましい姿であるとする考え方としても使われることがある。またそれに向けた運動や施策なども含まれる。弱者を社会的に保護する仕組みが福祉だが、歴史的に障害者施策は施設の建設から始まることが多く、障害者や他の対象者にとって保護が当事者の要求に応えられていない、人としての尊厳が保たれていない状況が往々にして立った。 また福祉を名目に対象者の隔離が図られることも多かった。また、日本での福祉施策は行政措置により行われ、障害者の意思が尊重されることはなかった。それに対して提唱されていたのが、障害者を排除するのではなく、障害を持っていても、健常者と均等に当たり前に生活できるような、社会こそが通常な社会であるという考え方である。 こうした社会を実現するための取り組みをノーマライゼーションと呼ぶ。すなわち、バリアフリー化などの推進による障害者のこむる、不自由、参加制約の緩和である。この概念は、デンマークのニルスエリクバンク・クミケルセンにより初めて提唱され、スウェーデンのベングとニリエにより、世界中に広められた。ニリエは、一時、カナダ政府の委託で、カナダでのノーマライゼーションの推進に寄与した。 現在、この方向での最も進んだ法的な整備の代表例は、アメリカ合衆国の障害を持つアメリカ人法である。なお、アメリカでは、ノーマライゼーションは、黒人と白人の対等の権利を語る場面で、用いられ、障害者と健常者の間の垣根の撤廃については、メインストリームという表現を用いる。ADA 法の特徴は、 差別の禁止でで貫かれているることである日本でも一般化してきた設備や交通機関のバリアフリー化といったハードウェアの改良のほか職能訓練などにより社会で自立できる制度の充実も含まれるそのような中で行政側からも施設政策のみでは社会の生産力を削ぎ福祉費用を増大させるとした見解が起こり始め 日本では2003年4月より支援費制度が導入された。一方で、本来保護が必要な障害者の生活保障は実現しておらず、健常者や地域社会とのトラブルも少なからず発生している。また、犯罪を繰り返し、日本の刑務所に何度も入所する障害者も多く、適切な対応が望まれている。日本では難解な外来語であるとして、 国立国語研究所は統制化という日本語に言い換える例も提案している。工事のノーマライゼーションの実現に向けた住宅、社会資本のインフラストラクチャー構築を目的として国土交通省が推進している施策。高齢者や障害者を含むすべての人々が自立し尊厳をもって社会の重要な一員として参画し、世代を超えて交流することが可能な社会を目指すもので、 ある、ありがとうございます。